メキシコ国鉄は、かつて、メキシコにあった国有の鉄道会社である。スペイン語では、ペラクリリズがスヨナラスでメキシコ、略称はエンディーム、または FNM。1938年から1998年まで存在し、後に分割、民営化された。ただし、現在でも、インフラは政府が保有している。 メキシコ国鉄の設立そのものは1908年、ポルフィリオ・ディアス政権下においてである。当時、ヌエボラレドやシューダー・フアレスといったアメリカ合衆国との国境の都市とメキシコシティとを結ぶ大規模な鉄道は政府が運営していた。当時の憲法には石油等とともに鉄道は国家によって独占されることが明記されていた。そのため民間会社が 鉄道事業を行うことは想定しておらず、法が未整備の状態であった。時代はおり、1938年にラサロカルデナス大統領はエンディムを国営企業とした。国営であるためにモータリゼーションが進んで旅客輸送が自動車やバスに転移しても、その恩恵に預かれない低所得の人々のために運賃が安い旅客列車の運行を続けた。それは需要のある。 貨物列車の本数を規制するというような非効率的な運営や近代化の遅れに直接つながってしまった。1980年初頭、メキシコは経済政策の失策から国家的な経済的危機に陥った。政権交代で一時は回復するものの、1985年のメキシコ地震そして翌1986年の原油価格下落から、 再び経済危機に直面。時のカルロス・サリナス・デゴルタリ大統領は対策として運輸政策の民営化を進めた。しかし、労組の反対やナショナリズムなどから機関車の保守工場の民営化等が行われたのみであった。1993年12月に制定された侵害司法では大幅な外資の導入をカとしたものの鉄道は 国家独占と規定されていた。星工場は全国を5つの地域に分割し、下記の3つが民営化された。残る2つは国営のまま残った。続くエルネスト・セディ女政権は1994年末に起こったメキシコペソ切り下げに禁する経済危機を乗り切るための緊急対策として、その民営化のペースを早めた。売却益は 政府の財政収支改善と国鉄職員の年金、道路整備に充てられることとされた。1995年1月には憲法第28条を改正し、さらに5月には民営化の法的根拠となる鉄道サービス法を制定した。民営化の計画は次のようなものであった。最初に入札にかけられたのは北東鉄道であった。1996年、 メキシコ鉄道輸送が約111億メキシコペソで落札した。TFM はメキシコの国営海運会社 TMM が51%アメリカのカンザスシティサザン鉄道が49%出資する会社であった。この割合は前日の外資の最大割合は49%に基づいたものである。そして翌1997年6月に TFM に引き渡された。2005年4月には KCS が TFM の株式の大半を取得し、同年12月 TFM をカンザスシティサザンドメキシコと解消した。次に太平洋北部鉄道が入札にかけられた。1997年6月落札したのはフェロメックスである。フェロメックスはメキシコ有数の鉱山会社である。 グルポメヒコが74%、アメリカのユニオンパシフィック鉄道が26%、出資する会社である。落札金額は39億メキシコペソであり、翌1998年2月に引き渡された。後日する旅客鉄道の運営も手掛け、メキシコ最大の鉄道運営組織である。最後に南東鉄道が入札にかけられた。 当初は南東部の鉄道すべてを売却する予定であったが、テワンテペクチ橋を国に残し、残る路線を民営化することに変更された。1998年6月、メキシコ第二の建設会社であるトリバサグループを中心とするグループが28億9800万、メキシコペソで落札し、フェロスールとした。このグループは、 トリバサが55%、メキシコの金融グループであるインブルサグループが40%、アメリカの鉄道会社オムニトラックスが残る5%を分担している。引き渡しは同年12月であった。その際、ユカタン半島の路線についてトリバサグループは購入しないことを決め、それ以外の路線を承継した。隠し線については前日の承継会社やユーザーである。 鉱山会社が承継した。次に、支線の区間及び承継者を示す。旅客輸送については、次に区間と承継者を示す。国鉄を引き継いだ3つの鉄道運営組織のうち、フェロスールの親会社が、フェロメックスと同じとなり、経営統合を計画しているが、独占禁止法に抵触するとの角で中断されている。TFM は、株主の構成が変わり、 カンザス式サザン鉄道の子会社となった。2005年12月には名称をカンザス式サザンドメキシコと改め、機関車の塗装スキームも変更されつつある。日本はメキシコ国鉄に対して以下のような技術支援を行ってきた。また、資金協力も行っている。ありがとうございます。